はい、エイジングサポートの小川利久です。大変お世話になりまして、いつもありがとうございます。介護経営者の皆様に、外国人の介護人材、それと介護経営のトータルサポートのご案内をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。もう人手不足で悩まない。人材確保、そこから安定経営を目指していこうという提案ですよね。もう外国人を入れるというのは当たり前になりつつありますが、さあそろそろ外国人は入れたけど、どういうふうに経営を切り盛りしていったらいいんだろうかという、次のステージに向かっているというような気がします。ただまだまだ外国人入れて大丈夫かなとか、うちの職員は外国人を使いこなせない、一緒に働けない、あるいはまだ日本人ではなんとかなるというふうに思っている経営者の方も、まだ相当数いることは事実ですが、多くの施設で外国人の介護人材を入れて、それなりの結果を出してきています。人手不足が解消すると経営は安定に向かうんですね。コストが高くなるんじゃないかというふうに心配をされますが、もちろんそれは紹介料だとか、登録支援のサポートの費用はかかりますが、ただしですね、人手不足より経営には大きな悪影響を与えてはいません。人材を確保することによってサービスの質を効率を良くしていってですね、様々な新しい介護事業にチャレンジをしている、そういう施設が経営を向上させていますが、未だに人手不足という施設は、なかなか研修ができない、あるいは定員を減らす、あるいは人が辞めていってですね、事故が増える、トラブルが増える、人件費は人手不足の結果下がるけど、結局総収入が増えていないので、赤字が慢性的になっているという施設がたくさんあります。ですから外国人介護人材を入れるか入れないか、もう介護人材を入れるというふうに決断をして入れている施設も増えてまいりましたが、これからはですね、その確保した人材をどういうふうに成長させて経営のプラスに持っていくか、介護経営の安定に導くためのトータル的なサポートが必要になってくるというふうに考えております。ちょっと繰り返しになりますが、情報を整理してまいりましょう。人手不足は現状22万人が不足している。2040年には69万人が不足するということが国が発表していてですね、何らかの対策を立てなくちゃいけない。その大きな対策は外国人介護人材の活用。これに尽きるわけですよね。その他にも AI、ICT などを入れて業務効率を図っていくということがもう一つの戦略ですが、それよりもまずは人手不足、頭数を増やしていくということが手っ取り早い介護系の安定に入るというのは皆さんお気づきのところかと思います。そこにいち早く着手したところが経営の安定を獲得しているということですよね。高齢者が増えました。でも働き手は増えていません。重度化する中、介護報酬財源の不足で重度化する高齢者が増えている。さあ、教育をしていかなくちゃいけない。日本語があまり話せない外国人で大丈夫だろうか。あるいは介護技術の指導をする日本人の能力はどうだ。様々な経営サイドの不安はありますが、それはもちろんありますが、なんとかやりきっていかないといけない。それができないから受け入れをしない、あるいは放置をするようなもう時代ではない。対策を立てていくということが、これからの介護経営のミッションであるというふうに私は思います。人手不足解消、人材確保をする、外国人を入れるか否かじゃなくて、もう外国人を入れているけど、それをいかに活用してケアの質を上げながら介護経営を安定させていくか。もちろんその先にも未来があるわけですよね。ただただお金を稼ぎに来る外国人ではありません。きっかけはお金を稼ぐことかもしれませんが、彼らの国々でも高齢化が始まる。彼らは何年か経ったら自分の国に帰る。そうすると高齢している自分の祖国がある。そこに働き場所を提供した介護施設のまた新たな役割が生まれていて、高齢者の命が海外につながる。あるいは一緒に働いた介護人材、日本の介護人材のもう一つのキャリアデザインが海外に向かっていくかもしれないという意味では、グローバルな国際的な人材の育成にもつながる。あるいは日本の介護が東南アジアを中心にグローバルになっていく。これほど楽しいことはないんじゃないかというふうに思います。経営のポイントはですね、人手不足の解消から経営規模を大きくしていくことです。人手不足がゆえにですね、赤字になって経営規模を縮小させていこうというふうに逆に向かうと介護報酬の構造上、経営は安定をしていきません。まずは人手を確保して赤字を黒字化にして停滞している事業意欲をプラスに持っていってですね、
経営規模を大きくしていくということに、そのための事業計画、労務管理、あるいはケアの質に対して様々な変更が求められるわけですよね。日本人の給与規定だけで外国人を回そうと思うと、なかなかそこを適合していません。しっかり労務契約を組んでいく。多種多様な人材を活用して人材教育をしていく。それこそ経営力、マネジメントのシステム化になります。ただ簡単ではないですよね。今までのやり方と変えるということがどれほど難しいかというのは経営者の皆さんは十分ご承知のことかと思います。国も言っているように、自分たちだけの力では時間がかかる。できたとしてもなかなかうまくいかない。うまくいっている人たち、あるいは専門家の力を借りて、早期に日本の高齢社会を支えてほしいというふうに国も言い始めているわけですよね。これは私の実績なんですが、私も特別養護老人ホームの施設長として、東京都内で他施設と比較して公立の収支差額率を出し続けてきました。これは何かというところを皆さんにお伝えしながら、やっぱケアの質、人材教育というところに特化していったためなんですね。それが経営を安定させていて、職員の能力を向上させて、経営を安定させていく道になりました。まあ、その辺の経験、実績と今の新しい仕組みをもう一度整理をしながら、それを皆さんの介護経営に少しお手伝いさせていただければ、日本の介護、あるいは日本の社会保障、社会課題が解決する一助になるんじゃないかというふうに期待を膨らませているところです。さあ、具体的に何をするかというところをちょっと整理をさせていただきました。皆さんのお持ちのですね、悩み事、それをしっかり分析をして、ディスカッションをして、テーマは絞り上げていきますが、5つ整理をさせていただいています。1つ目が長期的、弾力性のある労働力の確保を外国人の皆さんと一緒にやっていきましょうということですね。経営の安定化とリスク分散。3つ目が新しい市場への適応力をつけていく。国際的な会合をスタンダードにして、それを導入して、アジアに広げていこう。皆さんのノウハウを日本からアジアに持っていきませんか。それこそが社会貢献につながるということですよね。外国人活用型介護系トータルサポートのメニューを日本からアジアへ循環する介護というコンセプトのもとに、介護系のサポート部分では経営の安定化、事業経過をしっかり策定をするお手伝い、人事制度設計、これは外国人の皆さんに適応しているでしょうか。N4 から入ってきて N3、読み書きができるようになってもお給料が変わらない、あるいは介護福祉士を取ってもそんなにお給料が上がらないというと、介護職員、外国人の介護職員の皆さんのモチベーションが下がって、あまり勉強意欲が湧かないかもしれません。教える能力、資格を取ったら評価してあげる。それをお給料に反映していくための人事効果制度、あるいは給与規定の作り直し、見直しが必要になってくるというふうに思います。日本人から外国人に教える。今度は外国人から新たにやってくる外国人に教える仕組み、そことともに人事考核制度、給与規定、お給料の流れ、さあ皆さんはどういうふうに作りながら経営を変えていくのかというところですよね。私が提案できるのは特定技能という在留資格です。どの国を選ぶか。今まではベトナムが中心だったと思いますが、まあ、最近はインドネシア、ミャンマーの外国人介護人材が増えています。日本語教育どうしますか？介護福祉士を取らせることによって在留期間が変わりますよね。で、その先にあるさらなるデザイン、キャリアデザインがあります。それをしっかり教えて、国際的な介護、あるいは自分たちの人材能力、あるいはノウハウがアジアに広まるとしたら、これは非常に面白いビジネスとして広がっていくというふうに思います。国際化のサポートも我々がさせていただきます。介護経営のサポートは株式会社エイジングサポート。介護人材の活用、受け入れ、紹介などにつきましては株式会社グローエイジング。これは私も役員を務めていますので、これを連動させながら、それぞれの専門性を活かしながら、トータル的なサポートをさせていただきますので、ぜひ安心してですね、受け入れから経営改善、あるいは人事制度、あるいは帰国後の海外のサポートまで、トータル的なサポートをして、一緒にグローバルな介護を広めていけたら嬉しいなというふうに思っています。まずは、どんな感じで始まるのかっていうサポートのフローなんですが、まずは無料相談を受けてください。これを個別にやります。
で、皆さんのお話を聞きながら、現状分析、経営診断をしながら、ご自身の受け入れ状況、採用手続きなどのお手伝いをさせていただきます。これも個別にやってまいりますので、どの国がいいのか、何人必要なのか、あるいは教えるための日本人教育、日本に来た人たちの外国人の教育、それから介護士資格を取らせる、そういうところも受け入れスタート、あるいは受け入れ後の定期的なサポートという形で、介護経営のサポートと合わせて、外国人の受け入れのサポートをトータルでさせていただきます。まあ、例えばですね、人件費の部分になりますが、正職員比率、あるいは定着率、あるいは雇用、リクルートの力、育成する力、それから人事制度をどういうふうにしていくんだというところ、そこを整えながら、人材は投資である。投資したものを回収する。人手不足を回収して、教育をして、育てて人材を投資という概念で見ながらですね、投資したものを回収するという、そういう経営マネージメントというものをシステム化していくお手伝いをさせていただいています。特に外国人の方々は定年まで働く日本人であれば長期契約に基づくので、正規職員の雇用というのは固定化してしまうわけですよね。なかなか社会の変化についていけない可能性があるということですね。働く側もしかりです。長く働いてもあまりお給料だとか立場が変わらなければ、働いてて楽しくない、辞めていくかもしれません。ただ、外国人の介護人材の人たちは在留資格があるので、5年か、5年、3年、5年、10年という形で流動的に変わっていく。5年経ったら入れ替わる。あるいは10年いることもできる。ただ、その中で役割を変えながら人件費調整がしやすいわけですよね。定年まで働いていく固定人材よりも流動人材として変化に対応していった方が非常にいいんじゃないかというのが私の経営的な考え方です。その人材が終わりじゃなくてですね、アジアへ循環する人材として新しい雇用、新しい介護事業を生み出していく可能性が高いというふうに私は思います。さらに外国人の方々と一緒にですね、教育を仕組み化してですね、さらに ICT 化、AI 化もそれぞれ海外の言葉に変えていく、英語に変える、あるいはインドネシア語、ベトナム語、中国語に変えていって、日本の介護をグローバルにしていくというものも新しいビジネスのチャンスになろうかと思います。それはセカンドステップの話ではありますが、外国人を入れるメリット、あるいは心構えというところをお話をしたくてですね、この辺の話も同時に進めていけたらいいのかなというふうに思ってお伝えをしているところです。経営が不振になると、介護の質はどうしても低下してしまいます。ご家族、ご入居者にも、やっぱり迷惑をかけちゃって、トラブルになっていく可能性もある。そこをなんとか人手不足を解消することによって、介護の質を上げて、経営を安定化させていきませんか。こう逆の流れを作っていく。負のスパイラルじゃなくて、プラスのスパイラルにしていく最大のチャンスになります。どんな老人ホームに私がコンサルをしているかというと、普段はやっぱり人手不足、人が育たない、職員教育がうまくいかない、その結果、事故が起きる、虐待が起きた、そこはですね、やっぱり曖昧な事業計画の中で運用されていることが多いんですね。そうすると人が辞める、辞めた後の補充がなかなかできない、で、教育がうまくいかないので、加算報酬が取れずに総収入が減ってしまう。家族と揉める。内部で揉めて、職員が辞めていく。行政指導を受ける。改善命令が出る。これが内部の告発で起きることが多い。赤字が増える。赤字になってしまう。まあ、現実収支差額率が低迷した状態なので、これを外国人を入れながら経営改善のポイントにしていくというのが私の皆さんに対するご提案になります。さあ、まずは現状分析から始めてですね、経営者、理事長、社長の不安を解消して、ちゃんとした事業計画を作って、外国人を入れて、人手不足解消をクリアにした上で、地域貢献ができる安定経営に一緒に歩みを進めていくお手伝いをさせてください。選ばれない外国人も選んで入れる、外国人にも選んできてもらう、そんなことがこれから起きると思います。ただ、あてがわれてくる頭数合わせというのは最初ですが、そろそろ動きが出てきました。いい施設、働きがいのある施設はどこだというふうに、外国人の方々もですね、長年経験をして、その情報を
共有し始めています。どこでもいいということじゃなくて、ここで働きたい、ここがいいということが、やっぱり選ばれるということが起きているわけですね。介護施設の皆さんも外国人を、誰を選んでいいかわからないというようなことが起きています。長年それをやっていくと、こういう人材を選んでいかなければならない。そのための教育、方針、計画というものを共有していく必要があるわけですよね。ですから、選ばれる施設、あるいは選んで人材を確保して、教育をして、さらに選ばれる介護経営、介護施設を作り上げていくということが、トップに立つ施設長の要請だったりするわけですね。外国人の教育だけじゃなくて、外国人を教育する日本人の教育、日本人の教育は、やはり施設長の責任で行われるということが起きます。ですから、施設長の要請というものも大きなポイントになっているので、施設長の要請に力を入れた形でお手伝いをすることが非常に増えています。さあ、介護経営をシステム化して外国人を入れた新たな適正な経営指標づくり、システム化に向かう、まあそんな時代になってきました。そのためには感動を与える介護、感動10倍から収支差額3倍へという方程式も作り上げて、それをベースに介護経営のトータルサポートに応用をしております。まあ、これは実際、マイナス 2% の収支差額率だった特別養護老人ホームが3年かけて 5%、プラス 7% になって、トータル4500万ほどの総収入が増えたというような実例なんですね。柔道化対応していく、あるいは人事制度の見直し、あるいは家族のご協力を得るための家族の勉強会などもしながら、収支差額を増やしていきました。その結果、人が辞めなくなる、あるいは人が確保しやすくなる。今は外国人も入れて、優秀な施設としてモデル的な立場になっています。私が入った時はなかなか大きな課題を抱えていましたが、他者の力を入れることによって、現状を分析して冷静にそれに向き合うことによって、必ず経営は改善をしていくという事実、まあ、事例がたくさん存在をしています。まずは現状分析、あるいは計画を立てて、それを共有して、それに向かっていかに進むか、皆さんの力だけでもできるかもしれませんが、やはりそこには他者とのディスカッション、専門家のサポートがあれば、早く結果が出しやすいというふうに私は思っています。循環する介護、ぜひ皆さんの介護を一緒にですね、アジアから人材を入れながら、長い目で見て、将来はアジアに自分たちのノウハウを提供するということも視野に入れた歩みを一緒に進めていければ、日本の国は豊かになる、アジアの国々もこれからを迎えて豊かになる、そんな時代を共有していければ幸せになれるというふうに私は思います。まずは現状分析、経営診断のフローから入っていきます。さあ、介護ケアのシステムをしっかり外国人を入れるというところからもう一度見直しして作り上げていきましょう。やりくりですね。まずは人のやりくりから、ケアのサービスのやりくり、それから住環境、あるいは設備、あるいは地域、そういった環境、あるいは初期定、あるいはお金もそうですよね。そういったやりくりをしっかり事業計画に落とし込んで、予算を立てて、日々それを運営をしていくというお手伝いを、外国人の雇用というものをきっかけにお手伝いをさせていただきます。株式会社エイジングサポート、これは私の経営コンサルの分野。それから外国人の活用、これは特定技能、株式会社グローエイジングの分野。共に介護経営の専門家と外国人雇用の専門家がタイアップをしながらですね、しっかりと目標を共有して、皆さんの介護経営のお手伝いをさせていただきますので、ぜひ介護経営と外国人活用のサポートの、トータルサポートのある、このグループのサポートをご活用いただければ、皆さんの経営は必ず良くなります。まずは、介護経営、何でも相談。どこの国がいいの？あるいは、外国人を入れるための教育。様々な改善ポイント、あるいは伸びるポイントがあろうかと思います。そういうのを一度お聞かせいただきながらですね、こんなサポートを必要なんじゃないかというご提案をさせていただきますので、まずはお問い合わせをください。で、個別相談から入っていきましょう。外国人はそう簡単には来ない。外国人は今日頼んだら明日来るということじゃなくて、まあ3ヶ月、4ヶ月後に来るということでいけばですね、介護人材の面接から受け入れ、その後の教育、あるいは一人前になるというところには、
かなり大きな、長い期間がかかってまいりますので、まあ、そういったものもしっかりご提案させていただきながら、日本の社会課題の解決、皆さんの介護制度の安定に、ご協力をさせていただける、機会をいただければ幸いです。はい、まずは皆さん、どうぞご相談ください。お問い合わせをお待ちしております。